皆さん、おばんでがんすー。はい、始まりました。岩手希望チャンネル MC のフジポンでーす。はい、おばんです。岩手県知事、達佐拓也です。今日もようこそ、こちらの部屋においでくださいました。ありがとうございます。今日はですね、第7回目の岩手希望チャンネルということでございます。はい、今日はですね、こうやってね、元気に登場しましたけれども、もうね、すでにコメントでも、コメントでも、やっぱり心配していただいて、AKB の、はい、川栄さんと入山さんが、怪我をされた件ですけれども、先ほど入院している病院に、はい、私、お見舞いのお花を届けに行ってきました。それで、はい、傷の処置中ってことで、ご本人たちは、まあ、順調にそういう治療を受けていて、はい、で、社長さんに会ったんですけれども、はい、私の方から、この、岩手みんな、こう、申し訳ない気持ち、また、心配してますということを伝え、そしたら社長さんからは、また岩手に行きたいですっていう、そういうお言葉をいただきましたんでですね、まず早く治って、二人とも元気になればなというふうに思います。はい。ね、でも本当に岩手の皆さんもね、はい、特に、なんかね、ニュースが出るたびにね、岩手っていう名前が出てくるのでね。全国ニュースのトップで流れてましたからね。ショックを受けたりね、心配されている方も多いと思いますので、はい、知事からね、お花の気持ちが届いて、はい、早くね、まあ、少しでも慰めになれば。はい。そしてスタッフの方もね、お一人ということですけれども、はい、早く回復してくれることを願っております。はい。はい、そしてですね、先月はですね、ニコニコ超会議3が、はい、ありましたね。この番組でも何度もですね、告知をさせていただきましたけれども、改めて、ニコニコ超会議はですね、政治経済、産業技術から、サブカル、今回は大相撲までですね、日本のあらゆる分野の超一流、第一線、最先端が一堂に集まった国内最大のカオスの場所と、ね、もうこれも何度も、はい、お伝えしたんですけれども。超会議見ましたというコメントもありますね。行ったよっていう。行ったという、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、ネットのサイトでもね、このね、様子がアップされているということで、ことですのでね、そちらを見ていただければ盛り上がりの様子も伝わると思うんですが、そんなね、ニコニコ超会議に岩手県はブースを出展いたしまして、知事もね、出演したんですよね。はい、まずブースは岩手県として、これ都道府県では唯一岩手県ブースを出しまして、それで、コミック岩手フロムウェブを販売しました。中には5年前の、三陸鉄道25周年記念、くじアリスバースデーに来たよっていう、くじまで来たよっていう人もですね、岩手ブースに駆けつけてくれて、熱烈な岩手ファンですね。ちょうど私が店番をしている時だったんですけれども、嬉しかったです。で、ブースの他に、言論コロシアムという、プレゼンの会場がありまして、はい、知事のコスプレ見ましたというコメントもいただきましたが、こちらですね、まあ、コスプレじゃなくてですね、私が会長を務める会社のユニフォームを着た、つまり三陸鉄道のユニフォームを着て、はい、まあ、駅長に扮して、それで、岩手の説明、紹介をしたというところであります。で、これ、高知県の尾崎知事さん、鳥取県平井知事さんと3人の知事で、知事対抗お国自慢。はい、漫画アニメ超合戦という、タイトルでですね、うん、で、漫画の部分は、コミック岩手フロムウェブをこう大々的に紹介したんですけれども、まあ、かなり盛り上がる、そういうプレゼンになりました。うん、で、漫画の方も全て売り切れという。そうですね、持ってったものは全部売り切れました。素晴らしいですよね。本当に盛り上がってますよね。はい、高知とか鳥取も漫画で、すごい盛り上がってる県なんですか？そうですね。うん、この高知県はこう漫画家のこう出身が多くて、それで、早い段階から漫画甲子園というようなそういう漫画の全国大会をこう高知県でやったりしてました。鳥取県も水木しげるさんのふるさと、それから名探偵コナンの青山さんのふるさとということで、漫画に力を入れていて、まあ、三知事、ステージ上で、こう、集まってですね、三県で連携して何かやんないかという話もその場で出まして、これからの展開をぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。何かね。高知は龍馬のコスプレでしたねって、その通りでした。知事さんがですか？はい。そして売り切れたんだ、買えてよかった、というね、声とかね。買いに来てくれた方、はい。売り切れてました。そこで買ったのがね、またなんか価値が。
そうですね、ある感じもね、ありますけれどもね。じゃあまたなんかね、3県で何か楽しいことが起こりそうですね。鳥取県は大国主の御事っていうのが出ましたけど、そのコメントの通りです。で本当にね、もう盛り上がって、だって2日間で12万人の方が来場ということで。12万人ですかね、すごいイベントでした。ネット来場者もね、かなりすごいことになってますもんね。なんか500万とか600万とか、そのくらいの数字。はい、それそれ。759万。それです。はい、ですね。はい、すごいですね。はい、本当に、ね、今日ね、見てくださっている方も、たくさんね、来てくださったみたいで、はい、ありがとうございます。あと、そうだそうだ、はい、今日は台湾特集をやるんですけれど、ニコニコ超会議にも、台湾ブースが出ていて、台湾との交流ブースですね。うん、そこでも、いろいろ、台湾との同時中継で、それぞれこう、挨拶を交わしたりとかですね、いろいろ握手をしたりとかもしました。交流もね、はい、できたんですね。で、町会議といえばですね、町じゃなくて、町の方の会議もありますよね。はい。去年の7月、岩手県は広野町、種市で、町会議、町会議をやりまして、大変盛り上がりました。で今、ニコニコ動画さんの方で、募集をしているところで、これは、そこに住んでる人が、そこに住んでるニコニコユーザーが、申し込まなければなりませんので、ニコニコ動画のホームページに申し込みの用紙とか、あります、フォーマットがありますんで、まあ、岩手から、まあ、私があえてこう言わなくても、どんどん応募があるのではないかなと期待しているところでありますが、去年も、種市の高校生はじめ、若きニコニコ選手たちがどんどん応募して、それで種市が採用されたという経緯があります。なるほど。じゃあぜひ皆さんね、今日もね、はい、コメントいただいているみたいに、どんどんね、はい、コメントというかね、アピールをしていただきたいなと。そうですね。一の関あたりでとか書いてますね。ね、うん、ぜひ。はい。はい。人口で決まっちゃうんじゃ、いや、種市のように人口の少ないところ。でも、選ばれたりしますんで。はい。実は応募しましたの方もいますね。もうね。数で決まるわけじゃなく、こう、雰囲気とか、あと他の開催地とのバランスとか、いろんな要素で決まるみたいですから、諦めずにですね。そうですね。希望を持って、はい。応募するといいと思います。いいですね。ニコニコ戦士っていう言葉がすごい気に入ったんですけれども。はい。はい、ぜひね、皆さんも岩手でね、また開催されるように。はい。はい、応募お願いいたします。このね、番組も、ぜひね、面白いよ、みたいなね。そうですね。今ご覧になっている方は、ツイッターなどで今どんどん生で紹介していただいて、来場者をぜひこう増やしていただければと思います。よろしくお願いします。さて今日はですね、最初に先ほどね、知事からもお話ありましたけれども、台湾と岩手のつながりというところをですね、特集していきたいと思います。台湾はですね、震災後に多大なる支援もしてくださいました。そして次にですね、本格復興に向けての取り組みのコーナーでは、陸前高田市のサンファームオトモを取り上げます。農地復旧による米作り再開に向けた先進的な取り組み紹介します。最後のイベント紹介ではですね、岩手 ICT フェア2014ということで、6月6日に盛岡市にあるアイーナで行われるイベントもご紹介していきます。最後までね、はい、ゆっくりお楽しみください。それではまず最初にですね、台湾と岩手のつながりという特集です。台湾はですね、震災後に岩手県に多大な復興支援をしてくださったんですよね。はい。これは、はい、アメリカに次ぐ全世界第2位のこの義援金など支援をいただいてます。本当にね、ありがたいんですけれども、この他にはどのようなつながりがあるんですか？はい。実は、岩手県にいらっしゃる外国人観光客に占める、台湾から来てる皆さんの割合というのが、だいたい毎年 50% くらいで、はい、これはもう全国有数、年によっては1位になる数字です。そうなんですね。で去年1年間のこの外国人観光客宿泊者に占める、台湾からの宿泊者の比率というデータがあるんですけれど、うん、岩手県が1位で 52.7%、 で2位が富山県 49.6%、 3位滋賀県 44.8%、 あとはもう 40% やそれ以下ですので、まあ、岩手のこの 52.7% っていうのは大変そうですね、高い数字です。台湾からね、たくさんの方が岩手県に来てくださってるということですよね。はい、そういう特別な関係にあります、うん。岩手に何があるのかなとか、何が一体とか、あと、うん、あ、ジェジェジェっていうコメントもありますけれども、
どういう、こう、そういう関係、背景があるかをこれから解き明かしていきたいと思います。そうですね。ね、そしてやっぱりね、コメントくださっている方も台湾のね、皆さんに感謝しているというね、コメントもたくさんいただいてますね。はい、で、知事、行かれたんですよね。はい。台湾に。もう、この4月から5月とこう2回行きました。はい、羨ましい。はい。ねえー。で、そうですね。今、中華航空、台湾の航空会社中華航空が、この4月から6月にかけての2ヶ月間、定期チャーター便というのを岩手花巻空港と台湾の間で運航しています。はい、でこれが順調に行けば、この夏秋も定期チャーター便を運航し、でそして1年通じてこうお客さんがいるなということが確認できれば、来年からはこう定期便化、するというようなこう流れの中でですね、はい、今そういう、こう飛行機の関係からも、岩手と台湾の関係をさらに大きく発展させていこうということで、その定期チャーター便第1便に乗って4月17日にまず台湾に行きました。はい、これは4月の時の今画面に映っているようなやり取りを中華航空さんとか、あと台湾の政府観光局さんとやり取りして、あ、中華航空の会長さんと握手しているところが映ってますね。まあ、こういう非常にこういい関係が今できててですね、一緒に頑張って定期便化目指そうというふうになってます。ねえ、すごいですね。いいですね。というね、コメントもありますが、はい、訪問した感触っていうのはいかがでしたか？やはり岩手県に対する期待高いところでありますし、それから、中村寺派を株分けするということもやってきました。はい、で中村寺派とは何かと言いますと、これは平泉のですね、藤原三代のこのミイラが中村寺金色堂に収められていて、はい、で四代目、安平公のご遺体のところに蓮の種があってですね。で、これが、800年ぶりに現代、発見されて、はい、植えてみたら花が咲いたんですね。蓮の花。わあ、すごい、大変貴重だっていうことで、今、平泉の方ではそれが、こう、中村寺蓮と呼ばれて花咲いているんですけれど、それをこう、株分けしたものを、台北市の、北東温泉という、はい、台湾有数のリゾート温泉地の真ん中にある台北市が運営している公園の、そのまた真ん中にある池に植えてくるということをしました。あ、それすごいところに植えてくださったんじゃないですか？で立派な看板もつけてもらいましたんで、そこに行くとですね、この蓮は、その平泉の中村寺蓮という、もう昔の生き残っている蓮の株分けだということが分かるようになってて、世界遺産平泉の宣伝もこうしていただいている格好です、ね。知事もそのセレモニーに参加されたんですね。はい、ね、心遣いがとっても嬉しいんですが、そして、ね、チャーター便というのがね、やっぱりこう、はい、先ほどね、コメントにもあった通り、ね、ハードルをかなり下げてくれてるというかですね、はい、直接ね、行けるっていうのは、本当に、なんか国内旅行の気分でも行けちゃうというかね。こう計画も立てやすくなりますし、どんどんこう気軽に利用もできるので、今まで行ったことない人も、どんどんこの機会に台湾に行ってもらいたいなと思います。はい、3時間半ぐらいで行けるって聞いたんですけどね。そうですね。で、また5月にも行ってきたんですよね。はい、で5月には、今度は、台湾の宜蘭県羅東市を訪問しました。羅東市とそれから盛岡市の青年会議所が、46年間にわたる、姉妹青年会議所交流を続けていまして、はい、まあ、岩手と台湾 の、 この民間交流としては、その歴史、参加人数の面で、最大のスケールの民間交流だと思いますけれども、そこに私も参加して、盛岡青年会議所の皆さんと一緒に行ってきてですね、はい、それで、羅東市のこの青年会議所関係者や、また、羅東市長時代に盛岡に来たことがある、今、宜蘭県知事さんにも会いまして、それから今の羅東市長さんにも会いまして、この岩手県と の、 この自治体同士の交流もさらに発展させようという話をしてきました。はい、ここに、
ギランの県知事さんからいただいた絵皿がありますけれども、はい、匂い、香りを伝えられないのが残念なんですが、そうなんですよ。ヒノキでできていて、大変いい木の香り、ヒノキの香りがします。すっごいいい香りですよね。ギラン県のこう名物で。初めて知りましたけどね。林業が盛んなんですよね。そうなんですね。で、その氷の、ね、はい、模様についても映像があるということですので、そちらもご覧ください。林ギラン県知事さんがお忙しい中、歓迎をしてくださいました。ありがとうございます。東日本大震災の時には、台湾の皆さんからも多くの義援金を岩手県もいただきました。台湾からの力強いご支援もいただいて、今岩手県の復興は順調に進んでいます。この復興を進めていくためにも、岩手県と台湾の関係を発展させ、お互いの経済を成長させ、社会を発展させていきたい。観光といえば浜ちゃんというドラマーが岩手県を舞台にして大変流行りまして、台湾でも日本チャンネルでアマチュアを放送しているということですので、ぜひ岩手にそのアマチュアの舞台を見に行きたい。現在ですね、刚好紹介に、日本我来欢迎日本在比赛播，那也可以看得到，然后也欢迎来到我们的拍摄地点，就是在太原水县、大海岸线那边。去年日本是非常受欢迎。这在台湾有播吗？对，现在在宜兰，我们是在台湾做这种文化保存，然后再把它变成转化成观光资源的部分。我们在这个部分，除了我们的清水公园，我们的罗东运动公园跟这个县政奖金，这个应该是互相经验分享。因为那个日本或者是岩手县那边，不管是观光或者是各项的文化跟这个工业发展，还是然后我们底下中华航空，然后明年希望。我希望通航的时候，我能够代表宜兰去参加。啊，直行便的飞机应该是到达高雄了。宜兰来要飞吗？是，好啦。はい、ということでね、なんかすごく和やかな。大体こう同じ年齢なんで、こう、まさに和やかな感じで話ができました。で、アマちゃんってコメントも出てますけど、ジェジェジェとさっきもコメント出ましたが、今台湾でこうアマちゃんドラマ放映されていて、ジェジェジェって言ったらなんか、ああ、ジェジェジェねみたいな感じで通じました。なんかすごいですね。世界共通語みたいになってるんですね、ジェジェジェがね、そうそう、もうね。はい。はい、あとそうだ、ね、もう一つ、はい、台湾観光貢献賞っていうのをこういただいた、そのトロフィーがずっとさっきからここに置いてあったんですけれども、はい、今年の2月にこれはいただきました。その岩手県と台湾との観光のそういう特別な関係の中でですね、これも都道府県としては2つ目ですね。日本の都道府県としては第2例目、異例なことなんですけれども、台湾観光貢献賞をこの台湾政府の観光局からいただいている岩手県です。はい。で、今回の訪問ではなんだか素敵な交流もあったと。さらにね、はい、岩手と台湾の関係はこう遡れば、後藤新平さんや二藤米稲造さんの時代から特別な関係があるんですけれども、さらにまたこう戦後のこの青年会議所など経済社会団体交流のこう厚みがあるのに加えて、これからの未来に向かう、交流としてですね、はい、台湾のこのニコニコユーザーの方々とも実際にお会いしてきました。そうなんですってね。で、実は、はい、今日はですね、そのユーザーさんお二人とスカイプがつながっているということなんですよ。はい、それではちょっと、あ、失礼します。出てきました。はい、怖っ。南部ダイバーでございます。スイッチを。南部ダイバーがスイッチをしに来ました。南部ダイバーがスイッチを入れました。入ったかな？すごいびっくりした。ね、王さん、カレーさん。すいません。王さん。はい、どうも。あー、つながった。すごいすごい。そして、カレーさんと書いてありますが。はい。
あ、まあ、ペンネームとして、鉄と申します。よろしくお願いします。鉄さんですね。はい。鉄さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、なんか初の試みですけど、すごい。はい。繋がってますね。なんかすごい近くにいるみたいですね。ええ、まあ、この間台湾でこう直接会ったばっかりなんですけれども、うん、そう、ええ、今もまたこうなんか一緒に同じ部屋にいるような感じがします。はい、お世話になりました。はい。すごくなんかもう二人とも日本語がお上手ですね。もう本当に日本語が上手で、まあ、大変きちんとしたこう日本語教育を受けられて、またそれぞれこう自分で努力して、今使われている実際に使われているこう日本語もどんどんこう身につけて、そして日本もこうあちこち旅行したことがあるお二人ですし、またそういったことを生かしたこういろんな翻訳とか、あるいはこう日本の旅行の手伝いとか、そういった仕事もされています。通訳さんという感じで、そうですね、そういう仕事もお仕事されてるんですね。じゃあフジポ行った時はよろしくお願いしますね。今ここでね、ちょっと約束取り付けちゃいましたけれども、どん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 ね、最近のこの台湾の様子っていうのはいかがですか？最近はですね、もう天気が良くて、うん、すごく暑かったんです。今日でも34、35暑い。T シャツですもんね、はい、確かに。そうです。半袖です。本当だ。岩手はまだね、はい、そこまでじゃないのでね、なんか羨ましい気もしますが。コメントでも、熱っ、熱っていうコメントが流れてますね。なんか新聞も用意していただいたのかな？あ、そうです。はい、こちらは、今日の新聞紙で、はい、見れるのかな、今日の新聞紙で。あ、これは、AKB の、はい。この先ほど言ってた AKB48 の、その事件もトップニュース。一面トップ写真入りですね。台湾でも一面なんですね。はい。はい、ちょっとびっくりしましたよね。そうですね。台湾のファン も本当にメンバーさんたちもスタッフさんたちも、いちいちも早く回復を祈りします。そうですよね。はい。まあ、私も及ばずながら、こう、まずお二人少しでも、こう、慰めになるように、さっきお見舞い、お花を置いてきましたし、まあ、岩手県としてもですね、まあ、これからいろいろ、また、AKB の皆さん、こう、来られるようにですね、頑張っていきたいと思います。ね、台湾にもね、ファンの方多いんですね、AKB48 は、うんうん。そうですね。ぜひ台湾に、そうですね。元気にもりもりになって ね、台湾の皆さんのこともね、はい、パワーをね、はい、届けに行ってほしいと思いますけれども、王さん、哲さんも含め、今回は9人の方々と知事は交流されたというふうに聞いているんですが、うん、ね、出席者の中で、まあ、王さん、そして哲さんの他にも、セイさんという方がいらっしゃったということなんですが、歌い手としても活躍されていて。まあ、みんなすごいんですよ。ね、しっかり日本語をこう本格的に勉強しているだけじゃなく、さらにこう今使われている日本語をこう勉強したり使ったりするために、うん、このニコニコ動画を活用して、こう歌をですね、こう投稿したり、そういう活動をしている皆さんもいらっしゃいました。アナと雪の女王のレッド・イット・ゴーがすごく評判だというふうな噂もね、はい、そうですね、これは、はい、セイ、カタカナでセイで、あと黒い星で検索すれば簡単に見られるので、はい、私も見て聞きましたけど、すごい上手でしたね。でもそういうの9人の方もね、すごく日本に関心があって、はい、あってね、すごい嬉しいですよね。ニコニコ動画をね、通じてこうやってね、いろいろと伝えてくれるっていうのも、すごく嬉しいですね。はい、こう日本にいるであろう方も、今、どんどんこうコメントをくださって、台湾との今、交流が、うん、始まってるなという感じがしますね。はい。ちょっとね、ここでね、皆さんにも、はい、見てくださってる皆さんにも聞いてみたいんですが、台湾で今見ているよっていう方っていらっしゃるんですかね？もし、いたら、うん、はい、コメントをいただけたらなと思うんですが、台湾で見てる方、こう、なんか、はいとかイエスとか、ね、木更津ですとか、台湾人っていう方、なんか、コメントが今来ました、ね。いるかな、うん、はい。盛岡でね、見てますという方々が多い、ね、嬉しいですけれどもね。盛岡の方多いですね。ねえ。じゃあ、王さん、哲さんにお伺いしたいんですが、うんうん、台湾の自慢できるところってどういうところですか？自慢できるところって、はい、だからね、私自体は写真を撮ることが好きなんで、うんうん、でいろんなところに旅行しながら写真を撮ってたんですよ。はい、
で、日本自体の建物がいっぱい残されてるのが、まあ多分自慢できると思います。なるほど、なるほど。台湾で日本みたいな建物があるってことですか？はい、そうですね。私も、台北市中心ですけれども、いろいろ見ました。キツさんはいかがですか？やっぱり台湾といえば、やっぱり食べ物、グルメが、あとフルーツがとても安くて美味しかったんです。コメントで、夜市いいよってコメントが流れてますね。夜市って何？すごくいいところなんです。はい、まあ、例えば、日本の方も結構おなじみな、こういう、タピオカミルクティー。はい、大好き。はい。うん、この飲み物は甘くて美味しいものなの、まあ。うちも、まあ、今飲んでます。すっごい大きいですね。あ、それ飲んでみたいな。うん。はい。それ、美味しいです。普通に売ってるんですか？お店に。あっちこっちも売っています。うん、ポピュラーな。コメントでも飲みたい、ね、いいな、いいなと。だから、ね、フルーツはおすすめは何ですか？フルーツおすすめは今暑くて、やっぱりマンゴーが一番、マンゴーいいですね。トロピカルな感じなんですね。うん、台湾って暑いんですか？暑いですね。一年中？一年中ですね。まあ、半年以上ぐらい。でも寒くても、まあ、10度ぐらいはあります。あはい、本当にいいですね。すごい暑いときは、一番暑いときはどれぐらいあるんですか？確かに、私の記憶によると、多分37、38にいたことがあります。じゃあ、日本のね。さっきコメントで、はい、そうだな、これ、王さんに伺いますが、千と千尋のこうモデルになったところ、なんていうところだっけってコメントがあったんですけど。あ、9分です。9分。はいはい。はい、台北に近い。新平市にある9分。今コメントで漢字で9分って書いてくれた人がいますね。はい。すごいですね。それが千と千尋のモデルになったんですか？そういう噂もあります。そうなんですね。あ、じゃあもうなんか、台湾とは本当になんかつながりが。いろんなこうつながり、こう、過去の歴史から、それから最近のそういうアニメとかゲームとか、そういうつながりまでこういろいろありますね。ねえ。はい、ね、台湾の方はたくさん岩手にも来ていただいているということなんです。お二人も岩手にはいらっしゃったことはあるんですか？まだです。残念ながら。日本には来たことあるけど、岩手がないんですね。はい。岩手といったらどんなイメージですか、お二人。うんうん。アマちゃん。あ、アマちゃん。出たー。はい、アマちゃん、そして王さんは？前沢牛とか三角牛とか、まあ、食べ物ばっかり。そして牛メインですね。お肉好きですか？はい、昔は料理のどっちの料理ショーを見て、日本語を勉強してたんですよ。でその中になんかよくそういう牛の名前が出てくるんで。確かにね、岩手のね。さっきコメントでその台湾で日本のこうテレビ番組見れるのかっていう質問があったんですけど、こうどんな風に見れるんでしょう。はい、ケーブルテレビ、ケーブルテレビで、あ、見れるんですか？はい、黄金伝説とかロンハーとか。おお、はい、結構バラエティの番組も、はい、こう流行ってる番組とか面白そうな番組をこう選んで、はい、そのこう放送してるチャンネルがあるんですよね、台湾で。そうです、日本語なんですよね、でもそれは。そうです。あ、ちゃんと字幕がついてる。そっかそっかそっか。アマちゃんもそういう形でこう選んでもらって台湾でも放送してもらってるんですよね。そうです、うんうん。そうなんですね。じゃあ日本のことなんか詳しいですね、絶対ね。じゃあちょっとね、日本で見てくださってる方がね、先ほどコメントですごく多かったので、はい、皆さんに質問したいと思うんですが、台湾に行ったことがあるという方いますか？はい、台湾に行ったことある人、ある人コメントください。はい、はい、っていう返事来ましたね。行きたい、はい、はい。ねえ、ねない。ない人が多いみたいだけど、行ったことある。あ、台中県行ったとか、はい。ねえ、まだ行ったことないけど行ってみたいというね、方が、はい。多いですね。神さんが行きましたっていうのもありますね。うん、女性に優しい台湾っていうコマーシャル昔やってましたよね。あ、そうなんですね。だからやっぱね、こう、チャタビがあるうちにね、行った。という方ももしかしたらね、はい、いるのかもしれないんですが、まあね、行ったことがあるという方もいますが、岩手とね、台湾の関係で、どんな関係があるかっていうのをご存知の方はいますかね。さっきね、知事からも、ちょっとね、そうですね、お話ね、喋ってしまいましたが、ありましたけど、こんな関係あるよっていうの、今日はね、もう、すごい皆さんにどんどん質問して、ね、コメントで会話しながら、はい、はい、あ、形が似てる。
形に似てますよね。二度目稲造。そうですね。そうですよね。はい、素晴らしい。サトウキビでしたっけ？そうそう。サトウキビ栽培をこう、指導して、それで台湾、はい、もう、日本に輸出して黒字になるくらいにまで産業が発達したんですね。うんうん、そうなんですよね。はい。はい。二度目稲造さんがね、出てきたのは、嬉しい、はい。いい人が多い。はい。いい人多いですか？台湾は。優しい方が。わあ、羨ましいです。外国からの方も結構いらっしゃってる。ねえ。山椒採りもなんか。そうですね。台湾観光局の皆さんに毎年、盛岡さんさ踊りに参加してもらってて、ドラゴンダンスを、うん、披露してもらっています。ね、そういうつながりもあるんですよね。で、さっきからね、結構キーワードも出てますが、アマちゃんですよね、やっぱりね。はい。はい。アマちゃん見てます？二人は。はい、見てます。お、私は最近テレビ見てませんので。お忙しいのかな？はい。ねえ、テツさん見てます？はい。もしかしたら、ハマっちゃってます？ジジジ。あ、ねえ、さっき、ありがとうございます。南部ダイバー出てきたの見ました？はい。どうでした？見ました。本物です、本物。本物ですか？はい。かぶってみたいですね。中に入ってる人は本物じゃないんですけど。あ、ジェ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 とコメントでもたくさん流れてますね。すごーい。ジェジェジェって結構周りでも使ってる方います？お友達とか。いますね、放送開始から。なるほど、なるほど。そうですね、流行ってますね。流行語大賞入れるくらい。台湾流行語大賞とかあるんですか？あ、似たようなものがあります。あ、それになったら、ノミネートされたらなんかすごいことですね。私も去年からこう使い始めて、ようやくこう今年になってスムーズに口からジェジェジェッと出るようになったんで、使ってるとこうどんどんこう馴染んで広がるんじゃないかと思いますよ。はい。ぜひびっくりしたときはね、ジェジェジェと、ええ、言っていただけたらなと思いますけれども。あとそうですね、うん、この、王さんと、あと、哲さんに、それぞれ、こう、これからのこの抱負。お、お二人の。こうどういうふうに、こう、日本語を生かして、これから、どんなことをやっていきたいかなっていうような抱負をちょっと伺いたいと思います、ね。ぜひ教えてください。じゃあ、王さんからいいですか？はい、まあ、とりあえず、日本40都道府県を上陸したいんです。全制覇ってことですか？はい、全制覇したいです。おお、じゃあもう岩手にも来てくださるということですね。そうですね。はい、じゃあ、はい、岩手にやっぱ来てもらわないとダメですね。ビューが待ってますから。来てもらうようにしましょう。はい。お願いいたします。はい。そして、哲さん。はい。あ、自分はツアーガイドの資格を持ってまして、できるだけ、台湾の方を連れて、いろんなところ、まあ、もちろん岩手県も、出ていきたいと。ああ、やっぱり来てもらいましょう。そうですね。はい、じゃあ、台湾のいろんな方と一緒に、さんは来てくださるということで。はい、一緒に9時行こうよっていうコメントありますよ。ね、アマちゃん盛り上がってますからね。まだね、はい、まだまだ盛り上がってますから、ぜひアマちゃんのね、9時にも、行っていただきたいですよね。はい、ぜひ。はい、お待ちしております。ということでですね、台湾の王さん、哲さんにお付き合いいただきましたが、うね、もう名残惜しいんですけれども、ここでね、お別れの時間ということですよね。はい、これからもどんどんね、こういった交流も深めていきたいですよね。これが最後じゃないですんで、また会いましょう。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。うん、コメントもありがとう、ね、ありがとう、パチ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 と。ねえ、なんか嬉しいですね。9時で待ってますよっていうコメントがさっきから。9時で待ってるで、そして、すいません。はい、お仕事し。9時から来たかもしれない南部ダイバーがスイッチを押しに来ましたね。はい、ありがとうございます、はい。南部ダイバーがね、スイッチを押す仕事っていうね、シュールな映像ですけれどもね。はい、はい。コメントもね、皆さんにたくさんご協力いただきまして、ありがとうございました。これからもですね、こういったね、コメントいただいて、こう、ユーザーさんと一緒にですね、会話をしながら進めていく、このね、わて希望チャンネルに、はい、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、さて、続いてはですね、本格復興に向けた取り組み紹介のコーナーに行きたいと思います。今回は米作りの再開に向けた取り組みをご紹介いたします。岩手は5月の連休から中旬にかけまして、田植えがピークなんですよね。そんな中で被災地である陸前高田市の音も地区で先進的な取り組みが行われていると、いうふうに聞いているんですが、はい、陸前高田市、はい、明日川村隆史名古屋市長さんが盛岡
経由で、川徳に寄ってから、はい、陸前高田市に行くという予定があってですね、名古屋市からも多くの支援いただいている陸前高田市ですけれども、その小友地区は震災でほとんどの田んぼが被災をしました。そして、この5月に復旧がほぼ完了しました。復旧にあたって田んぼは大規模に区画整理をされ、効率的に農作業ができるようになりました。この地区でも高齢化が進んでいたことや、将来の米作りを考えて土地を持つ328人の農家の皆さんが集まって、農事組合法人サンファームおともを設立しました。はい、サンファームおともは農地を所有している組合員の皆さんと、それから、サンファームおともが農地を所有している組合員の皆さんと賃貸契約を結んで、担い手農家、何人かの担い手農家の方々に農作業を行ってもらうという仕組みです。なるほど。このような法人化による大規模な農作業の効率化ということが、復旧復興で震災前よりも農業を高度化した例として被災地では初めてのことになります。はい、震災後のこの農業の取り組みの一つと、はい、そういう形になったと。素晴らしい取り組みですよね。はい。はい。まあ、復旧ということで、壊れた農地をこう元に戻す中で、まあ、前よりもこう区画を大きく広げて、こう大型機械もこう使いやすいようにして、少人数の若い人でも、こう、地域全体をこう農業できるようにしていく。そういう試みです。はい。でですね、今日はそのサンファームおともによる震災後初めての田植えの模様をご覧いただきたいと思います。状態を眺めますとね、子供の苦情が本当になるのかなという思いでいっぱいでございます。大気がもう一面の状態でございます。地震によってですね、2メーター、そして2メーターという感じがしてみましたと。そういう状態の流れが本当になるのかなと。この日ですね、はい、風がものすごく強くてですね、ちょっと声がね、全然聞き取れないということになってしまいました。皆さん、ちょっとお許しいただきたいと思いますが。字幕ナイスっていうようなコメントもいただいて。はい、でもね、ほんと石川組合長さんのね、はい、熱い気持ちはもうビンビンと伝わってきましたが、もう一枚がでかいなというね。そうなんですよね。はい、コメントもありましたよね。ね、ということで、うん、この将来的にも被災したところで米作りをすることができるし、そしてまた耕作放棄地を出さないというそういう取り組みとして他の地域の参考にもなるの、うん、ようなそういう取り組みです。はい。そしてね、米崎のイオンもというお話とかね。あ、ここにボランティアで行ったっていう、うんうん、かなり助けていただきましたよね。こう
海水をかぶった田んぼを復旧するっていうのは、技術的には可能なんですけれども、やっぱりこう、そう簡単じゃないわけでありまして、ボランティアの皆さんにも手伝っていただいての復旧でした。ですね。陸前高田市のブランド米、高田の夢も作付けしているということですのでね、うんうん、秋の収穫が本当に楽しみですね。はい、楽しみです。この番組でもなんかおにぎりとかね、出てくるんじゃないでしょうかね。はい。と、みんなにプレッシャーをね。期待しつつ。はい、今皆さん目をそらされたんですけどね、大丈夫でしょうか。さあ、それでは、今回のプレゼントコーナーに行きたいと思います。はい、はい、こちらに何か出てきましたよ。こちらは何でしょうか。5月台湾を訪問した時に、宜蘭県知事さんからいただいた高級台湾茶、一箱をプレゼントいたします。なんかもう箱からね、すごい高級な感じが、一旦開けてみて。林総研知事の名刺がついてますね。これ名刺なんですか。はい。そんなお茶なかなかないですよね。ええ。このような感じで。ジェジェジェオーとか。すごいすごい。かなり反応がいいですね。はい。もう高級茶。こちらをですね。はい。1名様に。はい。今回は。今回1名様。お一人にプレゼントさせていただきたいと思います。今回ね、もしかしたら、台湾とかの方もね、見てくださってるかもしれないんですけれども、こちらはですね、ぜひ、台湾のお茶の良さを日本の方に知っていただきたいということです。ですね。日本の方からの、ご応募と、国内の方からのご応募とさせていただきたいと思います。はい。応募の際はですね、普段お使いのネームで OK です。もしよければ番組の感想も一緒に書いていただけたらと思います。ご意見、ご要望などでも OK です。宛先です。広報アットマーク PREF.iwate.jp 広報アットマーク PREF.iwate.jp です。締め切りは2週間後です。6月8日の日曜日とさせていただきます。はい、それでは絶対うまいぞというコメントもねありますけれども、はい、フジポンもちょっとね飲んでみたいんですが1個だもんね。はい、ねえ、で前回のプレゼントを透かしてみるとリアス式海岸と三鉄の姿が見えるですね、不思議なチョコ三鉄 3D の抽選結果なんですが、こちらもですね、はい、抽選はですね、またしませんでした。5名様へのプレゼントだったんですが、3名様からの応募でしたので、恒例になりましたけれども、全員当選です。おめでとうございます。はい。はい、相変わらずね、当選率 100% を維持しておりますけれども、今回はお一人ですからね。うん。初の抽選。今度は抽選できるんじゃないかと楽しみにしています。はい。そしてね、その、はい、いただきました3名の方からもね、コメントが届いているのでご紹介したいと思います。はい。東京の方です。毎月岩手希望チャンネルを楽しみにしております。アマちゃんの放送開始から1年、最終回から半年経った今も、岩手に足を運んでは旅行を、そして現地の方々との交流を楽しんでいます。次回の岩手希望チャンネルも楽しみにしております。という、ね、ありがたいですね。東京の方ね、嬉しいですね。はい、そして沖縄の方からも、私は今沖縄に住んでおりますが、この番組で岩手の情報を身近に感じることができ楽しみにしています。ということです。そして、はい、2度目の視聴です。岩手の復興状況がよくわかる内容でした。これからも番組作り頑張ってくださいというね、はい、温かいメッセージありがとうございます。はい、おめでとうございます。この3名の方にですね、プレゼントが、はい、当たりましたので、当選された方にはですね、改めてこちらからですね、メールで、ご応募いただいたアドレスにメールでお知らせをいたします。メールが届きましたら、送り先の住所、氏名などを折り返し返信くださいますようにお願いいたします。はい、それでは最後にイベントのご紹介です。こちらです。じゃじゃん。はい。岩手 ICT フェア2014が6月6日にアイーナで開催されます。こちらはどういった内容なんでしょうか。はい。ICT というのは、インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー、情報通信技術という意味で、岩手 ICT フェア2014、震災からの復興や、そして地域活性化に役に立つ、この ICT の利活用について、最新技術や、また最新製品を見て、また触ったり体験したりもできる展示会、そしてセミナーを開催します。はい、
たくさんの情報通信メーカーが最新技術や製品を展示しますし、また岩手県もブースを出展して、この岩手希望チャンネルの紹介もしますのでよろしくお願いします。 ICT になっちゃったんですね。私たちもしっかりと仲間入り、はい、はい、嬉しいですね。アイナですね、盛岡市にありますね。アイナですね、はい、駅の西口ですね、はい、はい、こちらにありますのでぜひですね、はい、あ、このチャンネル超会議3で知りましたというコメントも。超会議3から入っていただきますか。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どんどんね、広げていきたいですね。はい。はい。さあ、ここまでですね、盛りだくさんの内容でお送りしてきましたが、時間が来てしまいました。次回の放送日は、こちらです。6月23日、月曜日となっております。5時30分から、この日はですね、いろんな、あ、オリンピックデー、でして1984年のこの日、国際オリンピック委員会がパリで、はい、創立されちょっと漢字が読めなくてすみません。ここにそれ置いてもらった方が早い、ねえ、うんうん、ですね。あと、はい、東北新幹線も、あ、南部ダイバーさんの素顔が明らかにここに置いてみてください。あ、上手に隠れましたね。はい残念、見れるかと思ったのにね。はい。それはなし、うん、このようなね、感じになっておりますね。はい。はい、6月23日、このような日になっておりまして。はい。あ、東北新幹線、大宮盛岡が開業。というね、髪ちょっと見えたって。マブダイバー。はい、ということですので、この日に、6月23日の5時30分からですので、ぜひ皆様もですね、またこちらにお集まりいただければと思います、はい。今日もね、たくさんの方にコメントいただきましてありがとうございました。また会いましょう。はい。はい。それでは皆様、またお会いしましょう。最後にコメント一つ紹介する。岩清水選手、うんうん、ほんとかっこいいですね。いや、ほんと、ほんと、劇的なゴール。準決勝からすごかったんですが、もう決勝も、ね、ゴール決めてね。優勝得点を挙げて、ほんとよかったですね。岩手の星。はい、最後に素敵な情報で締めることができました。はい、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。